どうも、ミュートです。ちょっと今日は、ちょっと喋りの動画をちょっと撮らせていただこうかなと思ってます。で、題名の通りなんですけど、この前のステイファンクローカルズのショーで、僕たち4人で踊ったんですけど、今現在ですね、ステイファンクのメンバーは4人で活動しています。で、まあ、この動画を出した理由としては、まあ、最初にチーム組みましたっていう感じで、言った時にすごい応援のコメントとかをめちゃめちゃいただいてて、よしこれから頑張っていこうってなったんですけど、その当初いた、まあ、初期メンバーのシーモがですね、ちょっとチームの方針とちょっと合わなくなったっていうのもあれなんですけど、まあ、そういった話し合いがありまして、で今は別で、まあ、活動してるっていう感じなんですね。で僕とケントが2人で残ってやっていこうとなったんですけど、一応その時にちょっと、まあ、ステイファンクローカルズのちょっとまあチーム強化っていうわけじゃないんですけど、活動の幅を広げたりとか、まあチーム力とかをですねちょっと強くするために、誘いたい奴らがいるんだって話をちょうど、まあ別になんだろう、特にお互い話し合ってるわけじゃないんですけど、同時期にこう誘いたい奴いるんだよねっていう感じになって、その時にいたのが、まあ、僕が、誘おうと思ったのぞみですね。のぞみは多分ナンバーの動画でご存知の方もいると思うんですけど、まずのぞみと、でケントが、誘いたいって言った良平っていうダンサーネームすずってやってるんですけど、まあこの2人が今入って今4人で活動してます。でまあこの動画、まあ、出した理由としてはやっぱすごいやっぱ応援してくれてる方多かったんで、ちょっとまあこういった形でご報告させていただければなと思って出しました。はい。で、まあ、詳しい事情とかはですね、特になんか、バッてここで言うことでもないと思うんで、直接会った時になんか聞いてもらうぐらいで全然大丈夫です。はい。またいつかイベントでお会いする時があると思うので、その時はよかったら声かけてください。よろしくお願いします。